大家好、皆さんこんにちは。前回の続きを今日、勉強していきますが、前回の韻母をまだ覚えてますでしょうか、でもその続き、ボーポンモフォクのシャンモとの組み合わせの発音を練習していきます、ここに空いてるところはありませんので、次の、ピアオからいきます。ピアオピアオピエピエ、ここもないですね、ピエンピエンピンピン、ピエンピエン、この G のつく方とつかない方の違いをもう一回聞いてください。ピンピン、鼻の奥まで響くように発音します。注意してください。次の、ポ、ピアオピアオピエピエピエンピエンピ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 ン、同じく G のつく方の、発音を注意してください。鼻の奥まで響くように発音しましょう。もう、ミャオミャオミエミエミュミュミエンミエンミ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 ン、この列はこの行 F の行全部ありません、次ディアオディアオディエディエディオディオディエンディエンディンディン、エドのついてある方ですね。次トティアオティアオティエティエティエンティエンティンティン、 G がついてあります。ティン、はい、次のの、にゃおにゃおにえにえにゅうにゅうにえにえにんにんにゃんにゃん、にえとの違いがわかりますか、はい、次のにん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 、違いはわかりますか。次、りゃ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 りえりえりゅうりゅうりえんりえんりんりんりゃんりゃんりんりん、Gのつく方とつかない方の区別、注意してください、最後の、すいません、上の方、にえ
をしました。わかりました。わかりましたが、你明白了吗？